恋勢を乙女、ラブストーリー・オブ・ジパングは、アリプロジェクトの楽曲、宝屋アリカが作詞、カタクラ・ミキヤが作曲を手掛けた。アリプロジェクトのメジャー1枚目のシングルとして1992年7月1日に、東芝 EMI から発売された。本シングルは、アリプロジェクトのメジャーデビューシングルであり、かつアリプロジェクト名義で、初めてリリースしたシングルでもある。アリプロジェクトは、 このシングルのリリースから1995年まで、東芝 EMI から CD をリリースしていた。なお、本シングルは8センチメートルシングルである。1トラック目の、恋せよ乙女、ラブストーリー・オブ・ジパングは、木桜の霊主、飛沫の CM ソングであった。月下の一群、ジャメビュデジャブ、ザ・オリジナルベスト1992から1995と収録アルバムは、 比較的多いが、アレンジは発表から15年後に発売されたグランドフィナーレにオーケストラリアレンジされたものが初めてとなる。京都規定は鹿児島市に実在する。2トラック目の友都規定で会いましょうはジャメビューにも収録されており、月光思考賞ではストリングスアレンジがなされた。ライブでも歌われており、ライブ音源は月光思考賞ギグアラプロをマニア2に収録された。 なお宝や有香は本作を歌うときはリハーサルで、号泣してから歌わなければ、ライブでは歌えないと言っている。ジャケットには大きくありプロジェクトのロゴを配している。恋せよ乙女、ラブストーリーオブジパング、3時56分、友月つきで会いましょう。4時55分恋せよ乙女。ありがとうございます。